はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。今日のテーマは、テーマというより今日のお話はですね、勇気あるノーというお話です。それじゃあどうぞ。今日はね、勇気あるノーというお話をしたいと思います。今日の主人公はですね、シンシアという女性です。そのシンシアが12歳の時の思い出のお話です。12歳のシンシアは数ヶ月前からずっとサンフランシスコで公演する父親とのデートを楽しみにしていました。彼女の計画はこんな感じです。1、お父さんの講演を1時間だけ聞いて午後4時半に控え室に行き落ち合う。2、一緒に会場を出てケーブルカーでチャイナタウンへ向かう。3、中華料理を食べてお土産を買って映画を見る。4、ホテルに戻ってプールで人泳ぎ。5、ルームサービスを頼んで深夜のテレビをお父さんと一緒に楽しむ。と、これがですね、彼女が考えた父親とのデート計画でした。ちょっとなんか欲張りすぎな感じはしますけどね。大好きなお父さんと一緒に考えたこの計画、もう考えただけで、何日も前から12歳のシンシアはワクワクしていました。ところがですね、悪いことが起きてしまいます。その公演当日、父親が公演会場を出ようとしたところでハプニングが起きます。運悪く父親が昔の仕事仲間と鉢合わせしてしまったんですね。何年ぶりかの再会を喜ぶお父さんとその知らないおじさんたち、シンシアにとっては招かざる客ですよね。はっきり言って迷惑です。だけどその知らないおじさんたちは上機嫌でお父さんにこう言いました。我々の会社と仕事をしてくれるなんて嬉しいよ。ところで不当に最高にうまいシーフードを食わせる店があるんだ。よかったらこれから一緒にどうだい。もちろんそのかわいいお嬢さんも一緒にね。するとお父さんはこう言ったんですね。あ、それはいいねと。不当でディナーとは最高だろうなと。その言葉を聞いてがっかりしたのはシンシアですよね。何日も前から楽しみにしていたケーブルカーも映画もおやつも全部パーズ。シーフードなんか好きじゃないのに、大人の会話なんか聞いてもね、面白くない、つまらなさすぎると、最低だと思ってました。しかしですね、シンシアのお父さんは続けてこう言ったんですね。でも今夜はダメなんだと。シンシアと特別なデートの約束をしているからね。そうだろシンシアと言って、父親はシンシアにウインクをして、シンシアの手を取ってさっさとその場を離れたんですね。シンシアは父親の必要な脳のおかげで大好きなお父さんとサンフランシスコで生涯忘れることができない夜を過ごすことができたんですね。いい話ですよね。このシンシアの父親っていうのは誰かというと、スティーブン・アール・コビーという名前です。そうですね、日本でも大ベストセラーになった7つの習慣という本の著者であるコビー博士なんですね。
もう亡くなりましたけども、シンシアは最愛の父を亡くした数週間後に知人にこの時の思い出を語り、そしてこんなことを言ってます。この出来事のおかげで私と父との間には永遠に切れない絆が生まれました。父が私を最も大切な存在だと示してくれたからです。コビー博士は愛する娘のために勇気あるノーを言ったんですね。これによって娘からの永遠の信頼を得ることができたんですね。自分にとって一番大切なもの、それを守るためには人は時として勇気を持ってノーを言わなければいけないということをこのエピソードは教えてくれてますね。今日のお話は勇気あるノーというお話でした。今日も最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ最後に今日の一言、ノーっていうのは日本人にとって一番苦手な言葉じゃないでしょうかね。だけどこのエピソードが示すように、コビ博士はノーということで娘さんとの永遠の愛を、築くことができたということですので、皆さん勇気あるノーを言いましょうね。それじゃあいってらっしゃい。